お疲れ様です。うちわ TV 中野人うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで今回も太鼓売り試練5デラックスやっていきたいと思いますけどもね、今回は何をやっていくかと言いますとね、札って集めてますかね。札に関してちょっとねフォーカスを当てさせていただいておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。札って何よって言ったらね、まあこんな感じで札を集めると、まあいろんな称号だったりっていうところがね手に入れられたり、あとは合戦とかだとね札を持ってるとそれを使えるようになったりして、優位にねプレイをねやっていけるっていうところで、この札集めっていうのもねさりげなく必要なところにはなってくるんですけども、一番最初のね画面で札一覧ってあると思うんですけども、これはね今使ってるセーブデータじゃなくて今まで取ったことがあるねものに関して全部こう並んでいく感じですね。まあだいたいね1週間ぐらいでこんなもんかなとは思います。チーム版とかでねやられている方だとねモッドでね全部ぶち込むことができるんですけども、スイッチ版の方は、ね、僕と一緒ですよ。もう丁寧にね、まあ、一個一個ね探していくみたいな形にはなるんですけどもね、まあいろいろあると思うんです。札ってねめちゃくちゃあるんでね、ただね今回ね何をねフォーカスを当てるかというと、絶対に手に入れた方が楽な札っていうのがね、もうお決まりな札っていうのが何個かあるのと、プラスね交易品でね一つだけ絶対にね持っといた方がいいっていうのをね今回まとめさせていただいておりますんでね、ぜひプレイの参考になればと思いましてね動画を作っております。最後まで見ていただけると助かります。よろしくお願いいたします。ということで、何の札がねあるかっていうと、こんな感じで本当にいろいろあるんですよ。称号だったらね剣の道であれば剣聖とかね鉄砲名人とかもありますし、軍師とか作士とかもあります。で名称に関してはね僕はもうね一番最初に全部回っちゃうタイプなので全部もうすでに手に入れていますし、これ一つ一つね場所に関してはねいずれまた動画を作らさせていただければと思うんですけども、まあ秘技だったり合戦だったりその他っていうのも結構いろいろあって、まあ主人公札がないとねプレイがスタートできないっていうところがねこの太鼓売り試練のねやり込み要素というかね時間食い虫要素なんですけども、まあ本当に960人分ねスイッチ版で集めたらもう神だなと思うんですけども、スチーム版だと本当に何回も言いますけども札を一気に集めることができますんで、いろんな方でプレイするのであればパソコン版の方がねやりやすいのかなとは思うんですけども、まあこの中でね手に入れた方が今やっているプレイその他諸々が楽になるっていうね札が結構あるんですね。でそちらにね今回フォーカスを当てさせております。軽くランキング形式になるのかなと思うんですけども、なおのこと今回はねちょっとねフォーカスの仕方としては手に入れておいた方が楽で、なおのこと手に入れるのが楽な順でね、手に入れた方が良くて手に入れるのも楽なものじゃないとやり込めは誰だって札は手に入れることができるんですけども、簡単にサクッと手に入れたいじゃないですか。プラスそれでねやりやすくなるってなるんだったらよりいいなと思いまして、この札いいですよっていうね動画っていうのは多分あるかもしれないんですけど、手に入れるのがめんどくさかったりするわけじゃないですか。任してください。超楽勝で取れる取り方もねご説明させていただければと思います。まずね第5位ぐらいになるんですけども、こちらのね札をねまず取った方が僕はいいと思います。職人です。いきなり来たねっていう感じですけども、まあ魅力がプラス3なんですけども、それ以上にね一番重要なのが、一番最初の動画もそうだったと思うんですけども、金なんですよ金稼がないとやっていけないんですね。で白持ちになるまでは金みたいな、白持ち後はねその金をね家臣にやらせればいいんですけども、部下を持てるようなね状態になるまでは自分でお金稼がないといけないので、最大積載量っていうのが非常に重要になってくるんですね。最大積載量って何って言ったら、動画で作らさせていただいたなんか京都からね大港に持っていけばめっちゃ金になるよみたいな動画作らさせていただいたんですけども、そちらの動画の中でね説明させていただいた交易をするときに詰められる後ろの荷台のデカさですね、これをね大きくできるっていうのがめちゃくちゃこの職人っていうのが一番手っ取り早いんですね。一番ね手っ取り早いよっていう理由っていうのが、この職人っていうのは鍛冶屋を開いて1回目とりあえず何かをね作るともうついてくるんですよ、このね札っていうのは。なので単純に言わせていただければ、前回の動画でねプラス20のねものを作るっていう時に、いろんなところで鍛冶をやればその札が手に入りますよっていう、美濃伝だったりね総集伝だったりね備前伝だったりっていうね、この基本の3つのうちの1つを手に入れた状態で鍛冶屋をね開いて自宅でね刀1本作るよ、これついてくるので、そうしたらもうそれだけで最大積載量がね増えてくるので、非常にそれでね交易が一気にしやすくなるんですね。でそれに伴って第4位はね熟練工になるんですね。おおみたいな、隣にあるけどみたいな。これね熟練工までは正直美濃伝総集伝と備前伝、この3つの伝承でね刀鍛冶のやつだけで作れるんですよ。これね価値3以上の刀を作ると熟練工っていうのがついてきます。でこの3つの伝承を持ってれば価値3以上のね刀ってすぐできますんで、それを開いたらもうねいらないんですよ鍛冶屋いらなくなるんで、鍛冶閉めてもらって全然問題ないと思うんですけど、鍛冶閉めてもらって魅力プラス6で最大積載量がね熟練工と職人で上がってる状態で交易ができるようになると、めちゃくちゃやりやすくなってきますんで、一番最初のお金を稼ごうと思って交易品のルートをね回ろうと交易路調べて交易路をやりました、積載量が足らなくてうまくいかない、積載量をねこうあーだこうだやってるうちに盗賊に襲われてね負けてしまうってこともあったりしますんで、だからそこの部分で1回で運
べる量っていうのをね、可能な限りね増やしといた方が絶対にいいと思います。ただしこの熟練工以上の名工天下一鍛冶まで持っていくには、名工に関してはね、童話がいてもね5個あるね伝承の中のね4つ以上持ってないと名工が出せないし、天下一鍛冶になってくるともう5個全部ね合わせないといけないってなると、山城伝とね大和伝っていうねちょっとめんどくさいね伝承をね手に入れないといけなくなります。プラス20のね武器を作りたいって方はこれもあっという間に持っていけるんですよ。めんどくさいじゃないですか、マサムネ買えばいいじゃんみたいな、たまに売ってるよどっかでみたいな、売ってないけどねみたいな感じなんですけども、まあだからそこの部分考えると、熟練工までだったら結構サクサクっと持っていって鍛冶屋閉めてね、交易をねしやすくして軍資金貯めやすくしたりするっていうね、商人以外でプレイされている方であれば熟練工まではね持っといた方がいいね札になってくるのかなと思いますし、手に入れるのも非常に楽なのかなと思っております。そして第3位こちら、わびさびの心ですね。これは茶道2でね手に入れるようになりますけども、普通にね堺の町行っていただければね千利休さんいますからね、まあ今千利休になってないんですよ、千利休さんって言った方が分かりやすいと思うんで、千利休さんいますんで、彼にねお茶のこと聞けば基本的にはねこのわびさびの心2回でねミニゲームクリアしていただければ2回でこれ手に入れることができます。でこれねなんで必要かっていうと、まあ誰かと仲良くなろうとした時に一番手っ取り早いのが茶席なんですね。このゲームっていうのはね、とりあえず茶立てとけみたいなところあるんですよ。でこのとりあえずレベ1でね茶立てられるんだけど、レベ2でわびさびの心持ってるとちょっとお茶が好きな人だとすぐ仲良くなれるんですよね。でその後すぐ仲良くなった後にとりあえず手合わせでねひたすらね相手をねぶっ倒しまくって、なぜかよくわかんないけど有効度がどんどん上がっていくっていうね状態になるんですけど、まあそれのね基礎段階でわびさびの心持ってると有効度がねぐっとね上がりやすくなりますんで、これねしかも取りやすいと思います。あのミニゲームがねそんなに難しくないんですよね、茶道っていうのはね。最悪の場合、まあ携帯持って写真撮ってペーってブラーってやっちゃえば、裏技軽くね裏技っていうかズルをね軽く言いますけど、最悪それをやればいいし、レベ2ぐらいまであればもう見て覚えてやるっていうのを何回かやれば、わびさびの心まではね手に入れることしやすいのかなと思いますんで、ぜひねこのねわびさびの心持っといた方が茶道でね仲良くなってお茶立てるだけじゃなくて、よりねそのね茶の席において相手との間に親密な関係を築くことができるようになりますんで、読んだだけですけどね、そんな形になりますんで、このね札ね非常に僕はね重宝している札かなと思います。そしてね第2位はね、この忍び足と早掛けと操船心得、この3つなんですけども、これがねなんで3つになるかっていうと、忍び足っていうのは普通に忍者の里言っていただいた忍僧画卿をね答えるやつなんですよ、ミニゲームね。もうあれも結構簡単だと思うんですよね、そんな難しくないなと思うんですよ。それをやることによってもう忍び足を手に入れることができて、もう忍び足さえ持ってれば相手のね味方じゃないようなお城のところのね情報とかを調べたりっていうのもしやすいっていうのがね非常にねやりやすいところ。そしてね操船心得とね早掛けに関しては移動速度が速くなりますんで、1日がねもったいなくなってくるっていう場合があるんですね、どんどん話を進めていくと。だからそこの部分でねちょっとでも移動速度が速い方がいいと思います。ただね操船心得と早掛けに関しては若干ねレベルがかなり上がっていかないと、忍術と水軍がね結構上がってないとこの2つって手に入れられないような気がするんですけども、非常にそこの部分でレベ2レベ3ぐらいまで持っていかないとちょっとめんどくさいんですけども、まあそこの部分で一つねある程度ねレベルが上がってきて、もうちょっと移動速度がね速ければね、例えばなんですけども、このゲームね城持ちになったら何が重要って言ったら、やっぱり家臣がいっぱい必要になってくるんですね。でそうすると何が必要かっていうと、滅亡した家が例えば最上家とかであって、最上家ら辺でね滅亡したのかって言ったら、そこの付近のね町に行くと、その時に仲間にね滅亡させられて攻撃された家にね降伏しなかったね頑固なおじさんたちが結構その町中にねまだ民家にいたりするんですね。その時はもうね早い者勝ちになるんですよね、素晴らしい武将っていうのはね。だからその早い者勝ちになる時にこのね早掛けだったりね操船心得でちょっと遠い人っていうのをね迎えに行くのちょっとめんどくさいんですよね。でもわびさびの心持ってたりだとかして、いやでも本当に部下にねもっと、ね、優秀な人が欲しいとかね、特にねもう滅亡した時に大体ねこう相手にね降伏しない人って階級高いんですよ、割とね武将クラスだったり、まあ当然組頭の人もいたりするんですよ。階級高い人の方がやっぱりやれることがね非常に多い、プラスアルファやっぱり能力の高いね武将だったらねやれることがね幅広い中でやれる内容の中身もしっかりね持って帰ってきてくれるって考えると、やっぱりこのね2つを持っといて滅亡してしまう一族とかのところにね思いっきしねもうトップスピードで持っていってね、すぐ仲良くなってすぐ家臣にして帰るっていうね、そのプレイをしないといけなくなってくるのが城持ちになって、城持ち以上にはなって大名もそうですけどもなってくると思いますんで、そこの部分で移動速度って実はね結構意外とね後々ねボディーブローのように効いてきますんで、忍び足操船心得早掛けっていうのはね後々ですけどかなり重要になってくる札にはなってくるのかなと思っております。そしてね僕はね間違いなくね第1位だなって思ったすごいね入手簡単なのにすごい効果的な札が1個あると思います。これもう確実に第1位だなと思うのがヒアです全然花がないんですけど、全然花なーみたいな感じはすると思います。このね太鼓折り試練っていうゲーム、実際ね野戦ってあんまりないんですよ、ほぼ
ほぼこう城攻めの方が多いゲームなので、割とね合戦でこうあれ車がかりだとかね三段鉄砲だとかってやりたいっていう方からするとちょっとね歯応えがないような合戦が多かったりするのがね実情なんですけども、この冷えに関してはいろんなところで使えますね。例えば先ほどねあったね総戦のね水軍のレベルを上げるときに、水軍のレベル上げたり足軽のレベル上げたりするときってなんだかよくわかんないけど、その相手と普通に戦するんですよね。4000人ぐらい集めて意味わかんないことしてるんですけど、でその4000人ぐらい集めたときにこのヒアがあると、ヒアっていうのが攻撃力が5割増し 1.5 倍ですよ、簡単に言ったらね 1.5 倍のところよりも相手の士気を下げることができるんですね。でこれがね非常に重要で、ヒアをね持ってるだけで雨降ったりしたら無理ですけども、基本的に結構ねこのゲーム晴れの方が多いんですよ、戦争してると。なぜだかよくわかんないですけど、なのでヒアがねやたらね大活躍できるんですけども、ヒアね6回ぐらい当てるともうほぼほぼ相手がね5、60とかねマックスじゃないような状態であれば、7回ぐらいねヒア連続で当てられるともうそれだけでやる気なくしちゃってね敗走しちゃったりしますんで、合戦系の中の札だと非常にこのヒアっていうのはねあんまりね花があるような感じの札に見えないと思うんですよ。これうまく使えるようになると非常に楽にね合戦自体もそうですし、何かをねこうレベル上げるときですね、足軽だったり水軍だったりっていうね合戦をしないといけない、まあちょっとめんどくさいんですよ、もうぶっちゃけだなし足軽だったりね水軍のレベル上げるのって結構めんどくさいんですけど、このゲームだからそのめんどくさいときにこのヒアを持ってるだけで相手の指揮系統のね指揮を下げることによって勝手に敗走してってくれるんですよね。900人とか800人残ってるのに、はいすいませんもう無理ですっつって言ってなんか普通にいなくなるんですよね。まあ、相手に大ダメージっていうので考えるのであれば、ヒアみたいにね指揮だけをこう下げるやつとか、その他にもね指揮を思いっきり下げるっていうのはバリ増言とかもあるんですけど、バリ増言はねあんまり相手に効いてる感がないんですよね。でその分ね札を使う割にはそんなになんか思いっきり使えないところなんですけど、ヒアのいいところはね消費札2でねだん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 ね相手の士気どんどん下がっていくっていうところから考えると、コスパで考えたら明らかにヒアだなっていう感じはしますんで、まあ、バリ増言もうまく使えばね一切手を加えず相手をね敗走させることも実はできるんですけども、ヒアの方がね相手を攻撃しつつ士気も結構下げられるっていう部分に関してはかなりおすすめなね札になってくるのかなと思っております。ということでね今回はね5つぐらいですけどもね札の方をご紹介させていただきましたけどもね、大氷試練ってやり込み要素非常にあると思います。かなりね面白いと思いますし、時間をね食いつぶしていつの間にかもう朝じゃんみたいな感じのゲームだとは思うんですけども、まあその中で一番重要なもの、もうこっからおちゃらけみたいな感じに聞こえてしまうかもしれないんですけど、このゲーム最強のね貴重品っていうのは間違いなく僕はこのね満期タンだと思っております。非常にこれやばいですね。満期タンもね100個持っとけば超楽ですからね。100個持っても3000巻しかしないっていうところで、しかもね1日をね4つにターンで分かれてるんですけどもね、ターンを消費しないでね体力をね回復できるっていうね、まさにねお薬のお力はねやっぱり最強だなっていうところ、満期タンね最強だと思いますんで、ぜひね貴重品でね3000巻あればね99個手に入れることができます。でだいたい京とか医者のあるところだったらどこでも買えますんでね、満期タンに関しては。なのでそれをね手に入れていただいて、満期タン持ってると例えばですけどもね、どっかでね戦が起きてるけど自分の体力少なくてちょっとね応援行くの無理だみたいなのも速攻でね手直しできますんで、投与することによってねよし体力回復したぞって言ってね一瞬で体力回復していきますからね、30ルーズぐらいね体力回復していく非常にね優秀な貴重品だと思いますんで、僕は間違いなくね貴重品でランキング第1位はね政宗とか刀よりも満期タンだと思っておりますんで、使ってみてはいかがかなと思います。こんな形で引き続きにね大氷試練だったりウィニングポスターだったりまだまだ動画作っていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。